はい、久しぶりに英語の表現で気になったところですね。WWE の女子の試合を見て、英語の表現で気になったのはですね、アティチュード、アティチュード、日本語でアティチュードっていうのかな。基本的な翻訳は態度だと思うんですよね。アティチュード、ニューアティチュードみたいなことがよく言われるんですけど、で、まあ、プロレスですから、当然、ベビーフェイスからヒールに転向した、それは、アティチュード、新しい、なんですか、そのイメージチェンジなんだけれども、もっとね、短期間というか、1週間ごとにアティチュードが変化するっていうかね、そんなような意味かなと思うんですけど、はい、いよいよ明日ロイヤルランブルです。さようなら。